東ヌ県エクスアンプロバンス出身の同国代表サッカー選手サッカー指導者現役時代のポジションはミッドフィールダーロサンゼルス。オリンピックで母国を優勝に導き、その後は大会ごとに異なる。代表チームを率いて監督として4回の fifa ワールドカップに参加した。現役時代は fc 南都において中盤のプレイヤーとして活躍。出場時、愛数532試合は？ なんとのクラブ最多出場記録となっている。フランス代表選手として58キャップを数える。引退後は指導者に転じ、1984年にフランスオリンピック代表を率いて、ロサンゼルスオリンピックで優勝。1984年からは、ミシェル・プラティニラを要するフランス A 代表監督に就任。 1986年ワールドカップメキシコ大会で3位へ導いた。カメルーン代表監督として1994年ワールドカップ USA 大会、モロッコ代表監督として1998年ワールドカップフランス大会に出場。2002年にはチュニジア代表を率いてワールドカップ日韓大会に出場を決めたが、大会を前にして、 アフリカネーションズカップ惨敗の責任を問われて解任された。2004年にコートジボワール代表監督に就任。アフリカ予選を勝ち抜き、ワールドカップ、ドイツ大会でも指揮を取った。2007年、2010年までの契約でモロッコ代表監督に再び就任したが、アフリカネーションズカップ2008における一時、リーグ敗退の責任を問われ解任された。 2018年4月24日、70歳で死去。70歳没。生前は、フィリップ・トルシエやバイト・ハリル・ホジッチラとも交流があった。ありがとうございます。